今ね、おせちじゃないですか皆さん。余ったおせちどうしようかな。そのまま食べるのもな、まあそのまま食べてもいいけど、これ3日ぐらい続くよなって方に、おすすめのおせちアレンジ方法を紹介していきたいと思います。イエーイ。今日ね、アレンジしていくのはカレーです。みんな大好きカレー、くんも大好きカレー。カレーはね、人類の宝です。今日作っていくカレーの具材はですね、煮しめと牛のしぐれ煮です。牛肉のしぐれ煮はね、そのまま食べても美味しいし、しぐれ煮もそのまま食べても美味しいんですけど、せっかくなので今日カレーにいきたいと思います。ではまず鍋を用意する。このカレー鍋に、これめっちゃ給食思い出さん、カレー鍋にやっていきたいと思います。こちらの煮しめなんですけど、ゴロゴロしたのが好きな方はそのまま入れてもいいと思うんですけど、僕はどちらかというと煮しめはそんなに得意じゃないので、細かく刻んでカレーに入れていきたいと思います。カレーの1箱が10皿分あるので、半分だけ使うと結構煮しめの味がしちゃうと思うので、煮しめが苦手な方は両方使うことをおすすめします。細かく切るって言っても、きのこがこれぐらいのサイズなので、3つに切る感じをやっていきます。ミスしました。その前にお鍋に水を入れて先に沸騰させる。はい、ということで先に水を沸騰させます。すいません、忘れていました。半分が水 700ml なので 1400ml 入れていきます。これ満パンで200やから、これを7回入れるんか。本当はね、カレーを作るときは具材とかも先に炒めないといけないんですけど、今回ね、もう出来上がったものをそのままカレーに入れるっていう感じなので、今回は水を沸騰させて、その中にもうパッて入れて、カレーのルーもパッて入れたらもう完成って感じなのですね。はい、じゃあ切ります。僕ね、ほんと椎茸はね、めちゃくちゃ苦手なんですよ、実を言うと。なので椎茸割りえへんぐらいで細かく刻んでいきます。レンコンはちょっと大きめでも全然いいと思います。こんにゃく、うわー、こんにゃくとしたもの、こんにゃくとか椎茸とか、こう噛むとジュワッて出てくるものが多分苦手なんですよね。この独特の風味がする感じがきっと苦手です。レンコンは許せ。野菜とかいっぱいと、夏野菜の野菜ゴロゴロカレー的な感じになりそうで、これもまた美味しそう。タケノコはめっちゃ好きなんですけど、カズノコとタケノコの違いって何なのよ。ご飯にかけるさ、昆布、塩昆布がめっちゃ好きなんですけど、塩昆布がね、椎茸と混ざってるさ、よくあるやん、椎茸昆布みたいな。それ椎茸入ってるって知らずに食べたことがあってね、もうなんか衝撃受けた。なんで椎茸の味すんの言うて、カレーなんでね、きっと味がすることはほぼないと思うんですけど、なんかお母さん曰くね、おせちには全ていろんな意味があってって言って、煮しめは家族仲良くなれますようにみたいな、そういう祝いみたいな言葉があるらしいです。皆さん、おせちって食べない方もいらっしゃるとお聞きして、メンバーで言うとね、双子がね、おせち見たことないっていうのを聞いてびっくりした。ほんまに苦手なものをこういう風に細かく刻んで好きなカレーの中とかに入れると食べやすくなったりもしますよね。小さいお子さんがいる方とかでもぜひこれやってみてください。はい、ということで沸騰してきたのでね、切った野菜と牛しぐれを入れていきたいと思います。よっしゃー、こんだけ細かく切り刻めば椎茸の味もしないだろう。入れます。煮物って結構苦手な方やったら多分共感していただけると思うんですけど、匂いが残るやないですか、特に椎茸。うー、魚介の海。牛のしぐれにも入れるよ。ちょっと煮込んでルーをまた入れます。はい、ということでいい感じに煮詰まってきたら、火を止めてルーを入れます。こういう感じで乗せて、ここで溶かします。どれほど魚介の味が消されるのか楽しみである。でカレーのルーが全部溶けたら5分くらい煮込みます。これ結構カレーはシャバシャバよりもドロッとした方が好きですね。カレーは2日目が美味しいって言うやんか。本当にその通りだと思いますね。すいません、普通に食べてました。すいません。はい、最終ね、卵とチーズをのせたんですけど、それもね、また味変でめっちゃ美味しい。もうカレーはほんまに美味しい。もうカレーには卵とチーズは絶対乗せる人なんですけど、すいません。こんにゃくも2番目ぐらいにこの中では得意ではなくて、こんにゃくはもうちょっと細かく切っても良かったかなっていう思いでございます。レンコンとレンコンは食感がシャキシャキしててめっちゃ美味しいですね、普通に。牛しぐれ入れたから豚肉の代わりになってくれてて、めちゃくちゃ美味しい。思ったより苦手なものを
細かく切らないと割と味が残ってしまう傾向にはあるなという感じなので、こんにゃくと椎茸が苦手な方はもうめっちゃもうありえへんぐらい細かく切り刻みましょう。味はカレーなんですけどね。めっちゃカレーって気づいたら2杯3杯食べてるわけ。2日目の方がさちょっとドロッとしてるじゃないですか。だから2日目のカレーの方が割と好きやったりする。はい、ということでごちそうさまでした。すいません、いただきます。今のね普通にめっちゃ食べちゃってた。ほんとすいません。今日はおせちの煮しめと牛しぐれを使ったメイクカレーを作ってみたんですけど、椎茸とこんにゃくは思ったより細かく切り刻まないと割と味がちょっと残っちゃうかなっていう傾向にあるので、苦手な方はもうめっちゃ頑張って切り刻んじゃってください。味は普通にめちゃくちゃ美味しかったです。ということで今日も見てくれてありがとうございます。良かったらチャンネル登録、そして私の Twitter、Instagram もフォローよろしくお願いします。くーちゃんでした。バイバーイ。